はい、というわけで皆様お久しぶりでございます。私本日静岡県は伊豆半島にある万丈の滝へやってまいりました。日本の滝百選などではございませんと。まあ伊豆半島にせっかく来たんで、もう一つぐらいどっか滝見たいなっていうところで、前回あげました常連の滝から約30分ぐらいの場所にある滝でございます。こちらの滝に来るまで死の危険を感じるほどではないんですけれども、山道になってるんで皆さん気をつけて来てください。でこちらの常連の滝に関してはキャンプ場の方もございますので、今年の夏にねちょっと伊豆で滝見ながらキャンプしたいなっていう方はぜひこっちの方に来てみてはいかがでしょうか。もうね駐車場っていうところに停めさせてもらったんですけど、すっごい絶景が広がっております。ここでキャンプやるんやって考えただけでちょっとテンション上がりますよね。というわけでまあ行ってきましょうか。ここも散策そんなないと思います。はい、おお、結構いい場所にキャンプ場ありますね。結構な自然楽しめそう。いいですね、素晴らしい。バンガロー的なやつもあるんや。結構棟数ありますね。こっちにもあるし、向こう側の区画にもバンガローあります。ワクワクしますね夏。でも一体全体常連の滝はどこにあるんだ、標識がないんでわけわからん。リキャンプ中伊豆って書いてあります。ここに来たら何かしら情報があるんじゃないかなと思ってやってまいりました。綺麗ですね。カブトムシみたいな感じのトイレがある。かわいい。A サイト。ランドリームのシャワーもここですね。わかりましたけど、常連の滝はどこなんですか一体。常連の滝、あ、常連ちゃうわ、万丈の滝ね。管理棟、あ、逆側の道行ったらいいってことか。はいはいはい。今ここね。ここか。トイレ、カブトムシのトイレの逆側、はい、こっちか。万丈の滝の入り口がありました。めっちゃキャンプ場から近いじゃないですか。駐車場もそこにあって、展望デッキを作っています。ああ、なるほどね。ほうほう、行きましょうな。勢いやばいな。さっきのだけもそうでしたけど、え、マジか。まあ滝は見れるからいいんですけど、はい、というわけで万丈の滝でございました。本当にスケールというか水の迫力がすごいんですけど、これは何か理由があるんでしょうか。常連の滝という、僕がなんでこの万丈の滝を見に来たかというと、水の流れもそうなんですけど、岩、滝の上の方の岩が見たことない光景を生んでくれる岩でして、それが見たいなと思って来ました。感動する景色を見せていただきました。素晴らしかった。ちょっと残念だったのが、5月31日まで万丈の滝の展望デッキ作るために工事中なんですよ。なのでその先に行けなかったっていうのがちょっと残念だったな。というのもその先におそらく行ったらちょっとした広場があって、で浸水系、まあ、川遊び、川に触れて遊ぶことができる場所があるそうなんですよ。なので子供連れの方たちにはキャンプも楽しみつつ、滝も見つつ、川遊びもできつつっていうのをちょっと紹介したかったんですけど、ちょっと残念だったなと思います。で工事期間に関しては本当にもうここに書いてるんですけど、令和6年5月31日まで工事してますので、今年の夏のシーズンには何事もなく楽しんでいただけるのではないでしょうか。皆さん事前に自分でチェックはしておいてくださいね。で、まあキャニオニングとか、 なんか夏のシーズンはあったりするんで、なんか結構ね本当に川メインの遊びができると思います。なので皆さんも今年の夏に関しては伊豆の方で楽しんでみてはいかがでしょうか。ちょっと雨っていうのが残念ではありますけれども、まあ今日は正味メインではないんですよね。
明日がすごくメインの2箇所行くんで、明日はおそらく曇りか晴れの予定やと思うんで、今日はちょっとゆっくりねドライブ楽しみつつ行こうかなと思います。